お知らせ広場。催し物。県植物園、熱帯植物館、早春の洋蘭展期間。1月22日金曜から24日日曜。会場。県植物園、熱帯植物館、中市。内容。 約100品種200点の洋蘭展示、コンテスト、販売、園芸教室、24日日曜13時から先着40人、問い合わせ、県植物園管理事務所、電話029-295-2150、紫色の欄の写真があります。 茨城デザインフェア。本県の優れたデザインを選定する茨城デザインセレクション2015に選ばれた作品を中心に展示します。期間1月28日木曜から2月7日日曜9時30分から17時月曜休館会場県陶芸美術館県民ギャラリー 問い合わせ。県デザインセンター。電話029-264-2205。作品の一つと思われるデザイン画があります。募集。新しい県総合計画へのご意見を募集しています。平成28年度からの県政運営の基本方針となる新しい県総合計画。 答申案に関して、県民の皆様からのご意見を募集しています。期間、1月17日日曜まで。応募方法、郵送、ファックス、E メール。問い合わせ、県企画課、郵便番号310-8555、水戸市笠原町978-6。 電話029301-2523 fax2539e-mail kikaku 数字の2アットマーク pref.ibaraki.lg.jp ホームページ茨城県総合計画で検索 茨城県職員ガイダンス。県の行政に携わりたい方、仕事内容に興味関心を持っている方を対象に、県職員として働く魅力ややりがい、仕事の内容について、職員の実体験に基づきご紹介します。採用活動とは一切関係ありません。開催日。一、1月14日木曜。 丸二1月27日水曜。会場。丸一都道府県会館。東京都千代田区。丸二県庁。水戸市。内容。県の概要、各部門の仕事内容などの説明。県職員による個別相談。申し込み方法。 県人事委員会ホームページ、電話など。締め切り。丸1、1月6日水曜。丸2、1月15日金曜。問い合わせ申し込み。県人事委員会事務局。電話029-301-5549。ホームページ、茨城県人事委員会で検索。 写真、ポスターの写真があります。大小さまざまな歯車で茨城県の形が作られ、最後の一つをはめ込もうとしている手があります。左情報に、茨城を動かそうと書かれています。写真終わり。茨城女性特派員を募集しています。県広報誌、ひばりの記事を書いてみませんか 人気、平成28年4月上旬から平成29年3月末日。募集人数、4人。締め切り、2月12日金曜。謝礼、年間6万円。活動内容、県広報誌、ひばりの原稿作成、ツイッターによる情報発信など。応募資格、 茨城県在住の平成28年4月1日現在で、満20歳以上の女性、公務員や議員でない方など、応募用紙、県ホームページ、募集採用からダウンロードできます。県広報校長課、各県民センター、各市町村窓口などにも配置しています。応募方法、 郵送、ファックス、E メール。問い合わせ申し込み。県広報広聴課、県民広報グループ。郵便番号310-8555。水戸市笠原町978-6。電話029-301-2128。ファックス2168。E メール、KOHO 数字の3、アットマーク pref.ibaraki.lg.jp ホームページ平成28年度茨城女性特派員で検索。県営住宅災害公営住宅の入居者募集。募集期間。 1>, 1月4日月曜から15日金曜入居日4月1日金曜申込書などの配布場所一般財団法人茨城県住宅管理センター各市町村県住宅課県庁舎20階、一部の住宅は随時募集先着順で常時申し込み受付を行っています 災害公営住宅、藤ヶ原アパート、勝倉アパートは、県内外を問わず、東日本大震災により住宅を失い、現在も住宅に困窮している方向けの住宅です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ申し込み、一般財団法人、茨城県住宅管理センター、電話029-226-3350。 問い合わせ、県住宅課、電話029-301-4750ホームページ、茨城県営住宅で検索案内、現庁舎の一般開放休止のお知らせ1月30日土曜、31日日曜の2日間、電気設備点検のため、 県庁舎の一般開放を休止しますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、県関財課、電話029-301-2393国民健康保険税、国民健康保険料の納付は口座振替えで。口座振替えなら、納期ごとに金融機関などに行く手間が省けるだけでなく、 おさめ忘れの心配もないので安心確実です。また、一度手続きをすると翌年度以降も自動的に継続されるので、毎年手続きをする必要もありません。問い合わせ申し込み、お住まいの市町村の国民健康保険担当課。問い合わせ、県厚生総務課。電話029-301-3172。 マイナンバー、個人番号カードを申請しましょう。マイナンバー、個人番号は1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用が開始されます。個人番号カードは行政手続きで必要なマイナンバーの提示と本人確認が1枚で可能な唯一のカードです。初回の交付手数料は無料ですので、 お手元に届いたマイナンバーの通知カードに添付の交付申請書や、スマートフォンなどから個人番号カードを申請しましょう。問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル。電話、0120-95-0178。問い合わせ、住民票の市町村の住民制度窓口。問い合わせ、 現情報政策課電話029-301-2551ホームページ個人番号カード総合サイトで検索マイナンバーのキャラクターマイナちゃんのイラストが載っています「データ茨城」9月1日現在総人口290万9974人 812人減。男性145万1616 16人。女性145万8358人。世帯数113万6990世帯。前月比493世帯増。平成27年10月以降の数値については、国勢調査速報値公表後に再開します。